相変わらずの悪だくみか。その声は、え、ダサい。最悪。うわ、最悪。全然変わらないね、昼夜。ああ、どういう意味だ。いや、それを通り越して少し怪しいぜ。でっちの芥川は騙せても、あの太宰が不運と堅いで捕まるはずがねえ。そんなクズなら俺がとっくに殺してる。だが俺と戦え、太宰。てめえの腹の計画ごと叩き潰してやる。昼夜な、冗談だろ。いい展開になってきたじゃねえか。なんだそのパンチは。ガードした腕がもげるかと思ったよ。君とは長い付き合いだだろ。早い。パンチってのはこうやって打つんだよ。勝てると思ったか。最後に教えろ。何がおかしい。いいことを教えよう。明日五大幹部会がある。バカな。君は私を殺さない。それも内股歩きのお嬢様口調でね。けどそれは幹部会の決定事項だ。決定前に私を勝手に死刑にかけたら独断行動で配信問題になる。まだかな。やめるの。私のせいで組織を追われるチューンやってのも素敵だったのに。まさか待ってたってことか。死なす。絶対こいついつか死なす。鎖を壊して私を解放したのは君だよね。てめえ。君が言うことを聞くなら知ってると思うけど。てめえ。あっそ、まあ予想はついてたけどね。ああ、じゃあ今度自殺志望の美人探しといてやるよ。チューヤ、君実はいい人だったのかい。早く死ねって意味だよ、バカ野郎。違う違う、なんか忘れてない。二度目はなくてよ、なくてよって。うわー。